私の都合で6日 の、 あの阪神戦はちょっと神戸にいないので、あのできなくなりました。よろしくお願いします。巨人最終戦、あ、残念ながら負け越してしまいました。今日は両方西純、赤星、もう若手2人のナイスピッチングが目立った投球だったと思います。まあ西純にしてみるとヒット1本、フォアボール1個2個、もうだけでもビシャッと抑えてる形で、どこも危なげなく、まあ、6回まで進んでいった。赤星の方は、まあ、立ち上がりこうヒット打たれながらも、徐々に3回4回からボールも指にかかり、コースにきっちりストレートも投げ切れるようになってきて、まあ赤星の方がこう徐々に調子上げてきたのかなという感じ。ゲームを決めたのは7回の、まあ、丸のフォアボール。まあこの時に見る限りは、まあ、若干前半の投げるバランスとか勢いとかがちょっとなかったかなと。ストレートのフォアボール、これはもう本当に気持ちがちょっとこう入ってないような、まあストライク入ってほしいなっていう投げ方になってたように見えたし、だから入らないし、そこに投げるっていう気持ちが前に出てこないと自分の思ったところにボールはいかない。でそのストレートのフォアボールの時にちょっとそう思って見てた。でその次の初球に、まあ、フォークボールなんですけども、その2打席目の空振り取ったストレートのまっすぐの前のフォークボールと同じようなところだったんで、ちょっと高かったんだけども、それは中田の方がうまく初球にあのボールをホームランするってことは中田くらいしかいないのかなと。本当に日本ハム の、 あの調子のいい時のインコースの打ち方の中田っていうのはすごい性があるにもかかわらずうまく打ってた印象がこう 今日のホームランで見れました。まあ、あれがファールにならないでスタンドまで行くのは本当に下からバットが出て中田かしかいないのかなくらいの、まあバッティングがされてしまった。これもやっぱり若干高い。毎回言ってるんですけど、ピッチャーはまあ前半と後半、まあ100球前後になった時に同じイメージでキャッチャーが出していくとこういう失敗が起きるって話も前にしたんですけど、知らない間に握力とかそういうのが弱っていってる。で特にフォークボールを多く投げるピッチャーはやっぱりこう指挟んで投げるんで指をすごい強く使うんで、まあ、その辺のこの握力の早く弱っていくのはフォークボールを数多く投げるピッチャーに普通のピッチャーよりも早くこう握力がなくなる傾向はあるのはこう絶対なんです。でやっぱりこうずっと見てると遅いボールを使うケースっていうのはすごい少なかった。やっぱりまっすぐ系フォーク系がこうカーブも1球しかなかったような気もするし、そういうパターンでヒット1本しか打たれてるのもかかわらず、そういう僕らでいう休むボール、遅いボール、まあ7、8分で投げれるボールを結果的にこう使い切れてないんで後半にこう疲れが出てくるのが今日のまあ7回だったのかなという。まあだから抑えてるからいいんじゃなくて、やっぱり9回投げてもらいたいと思えばそういうボールもあの入れていかないとなかなか後半の方にこう前半のような元気ないい腕の振りが消えていくっていうのはもう絶対的に出るので、それがちょっと7回に出たような僕の目では見えました。ちょっと丸のストレートフォアボールがそういう感じで、まあフォーム的にも緩かったし腕の振りも緩かったし、でストライク投げようと思っても入らなかったのがそういうフォアボールに出てしまったように見えたし、その初球を結局落ちきらないでもう決勝ツーランになってしまった。今日はまあそこに限るんですけども、まあ残念ながらもう6回までのピッチングは西純の方が赤星よりも勝ってたにもかかわらず、一振りでフォアボールと一振りでまあ負けてしまったゲームになってしまった。ちょっともったいなかったかな。まあ打つ方もね、もう尻上がりに赤星の方がこういい感じでリズムよく投げ切れてたっていうのがもう印象になってきて、まあ6回までビシャッと抑えられたっていう感じのゲームになってしまったんですけど、まあもったいないゲームかなと。やっぱり後半になればなるほど今日こう1個のフォアボール1個のエラーでこういう結果になることが今日の、まあ、見本みたいなゲームになってしまったかなと。本当もったいないゲームであった。もう0点であれば7回、まあ0点であれば7回、まあ阪神のピッチャーのね、後ろはいっぱい安定したピッチャーいるんで、勝つ可能性としたらすごい高かったにもかかわらず、やっぱり先行されると残念ながらいつも言うみたいに後半に取られる1点2点はきつかったのかなというようなゲームになってしまいました。まあ残念ながら、まあ阪神巨人最終戦ということで、まあ負け越してしまったんで、これを尾を引かないように、また月火曜日から頑張ってほしいなと思います。
ランナーが塁に出ないとダメでしょいやだからまあいつもみたいに本当に今はそういうふうにタイムリーとかヒットが出ないんであればやっぱりワンアウトでも本当にまあエンドランかけたり特にセカンドにねランナーを進めておくっていうことをしていかないともうなかなか打って打ってじゃ連打ね出ない調子のいいバッターだけヒット出てるけどそこに調子の悪いところに回ってくるとヒットが出ないっていうのがまあ完封されてるすごいこうイメージ的にあるんだよねチャンスは結構作るんだけどそこで一辺取れないで、ね、まあ勝ってる時はツーアウトからでも連打が出て点数入ってるっていうけど負けてる時はノーアウトで出てもまあ、セカンドまでランナーいけないとか、まあ、そういうケースがすごい多くて今日もまあダブルプレー2つあるんだけど、まあ、そういう風になってしまうねバントのしないバッターのところに回ってくるともう内野ゴロで今日なんか典型的なまっすぐまっすぐフォークボール真ん中に低めに落とされて大山がダブルプレー回ってるだけのショートゴロのダブルプレーもうこういう風になってしまうんでまあ、ノーアウトであってももうツーアウトランナーなしになってしまうんでこれを多少でもあれば右に打とうという気持ちがあればどうだったのかなとかいうものが出てくるけどね細かいこと言えば、うん、まあそういうバッティングをしてないってことなんでだからもう本当に追い込まれたらワンアウトでもまあランナーの後ろに打つとかねでランナーを進めるとかもうしていかないとなかなかヒットヒットでは今の状況では出ないのかな本当に調子のいいとこに回ってこないとヒットがタイムリーが出ないっていう状況になってるのかなっていう感じはするねだから本当にノーヒットで言ったらフォアボールで出たやつ盗塁してねバントしてまあ外野フライが理想的なヒットなしの1点なんだけどそういう野球もできるくらいのランナーの足があるんで、まあ、あともう十何年試合しかないんで何だかんだ言ってる暇はないのでねやっぱりがむしゃらにやるってしかないのでその辺はもうチーム一丸でがむしゃらにもう簡単に三振しないぞくらいのバッティングしてほしいよね。まあ年齢的には27、8なんだけどプロに入っての年数がみんな浅いんでもうそういうとこで負けてる時に何していいかって彼らじゃこう考えつかないかなっていうところもある、まあ、年齢的には中野でもまあ塚本の25、5、6になるわけだからもう考える力を持ってると思うけどただ若いプロに入っての年数が若いだけにあんまりこう積極的にじゃあ意見を言い合ってるかなっていうのもまあ考えるところであるかな。ここにいるメンバーだったら外国人を逃したらまあ大山が一番ね年上で28か。まあそういうくらいのあれなんで、まあその辺がだから糸原とかあの辺がどういうふうにチームを引っ張っていくかっていうふうにやっていかないと、まあやってると思うんだけどもね。だからそういうじゃあ誰がこう、まあ連敗したらミーティングするとって選手会でやってるかどうかっていうのも、まあ気になるとこでもあるけどね。まあコーチが言うんじゃなくて自分らで打開策をこう考えるみたいなね。選手だけで。そういうのもやっぱりやんないと、みんなコーチ任せじゃなかなかそうはいかないと。のやっとけって言われてやるのと自分の中でやるのと盛り上がりがちょっと違うんで、まあ、選手会長が、まあ、ちょっとこういうところになったらもう2連敗しても3連敗してもすぐこうね話し合うようなことをやっていった方がいいかなと。これも本当に広島がまあ横浜にねもう3つ勝ってるんでまたさ縮まってきてるんでまたもう団子になってくるしねもう本当にもう頑張りどこになってくるよな。やっぱりここで勝ち越すくらいのつもりでまあ行くとは思うけどここで負け越しするともうサインも危うくなってくるよね。ここの連敗でちょっとまたクエスチョンになってきたよね。1勝2敗だったらいいけどね2敗だからねみんな1組やってるならもう塚本くらいかなって感じになってくるよな。なんか本当に必死にバット1組振ってるっていうの中野か高梨のな体の当たるようなボールを空振りしてるしさまあ体にあったって言ったけどあんなの振るかよっていうボールだよ、まあ、空振りして体に当たる場所だよスライダーじゃないよシュートだよもう選球眼だけどなそこはそんなの見てるとさ何でも振ろうとしか思えないもんねあんなの振るってなるとボールを選ぶっていう考えじゃなくて来たボールをみんな振っちゃおうっていうしか思えないもんね俺には。やっぱりさまあ前も言ったけどなんで打率がこんだけヒットを安打数がみんなで争って阪神のバッターの率が低いかってことはやっぱりフォアボールの差、まあ前も言ったけどね村上との差は安打数が上なのにもう2割8分くらいしかいってないってことはフォアボールの差なのよね。まあそれはホームラン打たないからどんどん攻められるのもあるけど
選ぶってことはあんまりないもんね。選んでフォアボールを出るっていうの。まあ、その辺がちょっと一番としたら残念なのも、積極的には打つのは全然悪くないけど、やっぱりボールに手を出さない。相手のピッチャーにやっぱり球数投げさすっていうのが一番とか二番の仕事だから、まあ、打って塁に出るのも大事であるけども、その球を投げ出してフォアボールで出るっていうのも、もう大事なことであるから、それはもう何でもかんでも1球目からボンボン振ってたら、それは率も上がらんわな。言っちゃ悪いけど。本当に近本なんかでも、まあ、積極的なバッターだけど、じゃあここ来てフォアボールなんか見たことないもんね。中野のとかフォアボール、近本とかの。村上ではまあホームランも打つから警戒されるのはわかるけど、でもやっぱりもう結構ボール球振ってるからね、高めの。まあそういうとこやね。もう本当はもう中村、村上で3割3分打ってるわけだから、近本なんかの3割4分くらい、まあ、打ってもおかしくないのよね。ヒット数から言ったら。まあ、中野なんか特にそうやな。あんだけもう率が2割8分しかないってことは、ヒットがお前トップの方にいるのにもかかわらず2割8分だから。近本なんかまあ3割超えてるから、まあ許せるって思うけど、中野なんかは一番打ってて、そんだけヒット打ってて2割8分じゃちょっと許せないよなって感じの率だよね。厳しく言えば。まあ、その辺をもっと野球をこう、わからんといかんなっていうところあるよ。俺は見る限りはね。一番バッターの仕事っていうのは何かっていうの。ただ打って出ればいいってもんじゃない。皆さんの質問に答えたいと思います。まあ、抑えるところはいっぱいあると思います。なんだかんだ言っても、まあ3割しか打ってないんで、だから、7割は失敗してるわけだから、その7割を打ってないところに投げていければ抑えられる。っていう感じでね、簡単に言えば。ただやっぱり失敗してるのは、やっぱインコースの厳しいボールはいくら村上でも打ってない。うん、あとはそのピッチャーの投げるカウントとかによってそこに投げれるか投げれないかが出てくるんで、もう打たれてもいいと思って、フォアボールでもいいと思って全球インコースで投げたら、バッターって結構崩れていく。ケースが多い。それが一番の、まあ一番速いボールで、胸元のボールが一番バッターとしたら打ちづらいボールである。まあそこへどれだけ投げれるかっていう。まあそれ結果的にはインコースに投げてるんだけども、甘くなったのを失敗しないでホームラン打ってるっていうことになっていくのよね。いつもそのインコースに投げるあの場面とか場所とかタイミングとかあるとは言ってるけど、そういうことになる。だからキャッチャーが何でもかんでもインコース要求してフォアボールも出せない時に甘くなったのを失敗しないで、まあホームラン打ってるから、まあ50本近く打ってると思うね。うん、だからもう方向的にもレフトも打ってるけども、結果的にはまあライトに打ってるホームランの方が多いわけだから、やっぱりそういう近いところの甘いところをまあ失敗してないってことだよね。やっぱどんないいバッターでもインコースのもう本当に厳しいボールはなかなかヒットにやっていけない。でそこへ崩すのはもう1打席目にもう諦めて全部インコースに行ってフォアボールでもいいっていうふうに崩していかないと、どっちよりやっぱり構えられたら、あんだけ調子がいいバッターだったらなかなか抑えられない。でやっぱりもうフォーク系もやっぱりインコース行ったら空振りも結構してるんで、まあその辺のこのバッターに怖さを与えていかないと、調子のいいバッターはなかなか抑えられない。だからどんだけボールをこうインサイドに使えるかとか、で外のボールで抑える。まあ結構インサイドを投げられたら外もケツ引いて空振りするケースも結構見てるんで、だからあとはまあそこしかないのかな。あとはだからインコースに強く、まあ、フォークボールならフォークボールをまあ投げていくってしかないのかなっていうか、それは結果的にピッチャーの失敗したボールをホームラン打ってるっていうふうに思うのね。まあだからまあ難しいボールも打ってるケースもあるけども、それをこう失敗しないバッターがいいバッターになっていくんで、今年の村上君に関してはそういういいバッターになってるのかなと。まあ結構難しいボールでも芯に当たってるとスタンドまで行くパワーを持ってるんで、まあ、全部がこう綺麗に打ったホームランじゃないと思うんで、まあその辺はやっぱり神宮なんかで行くとまあ狭いっていうのもあるんで、まあその辺のプラスアルファもあるのかな。やっぱり簡単に言ったらインコースにどれだけ投げれるかだよね。抑える方法としては。これは村上に限らずなんだけど、バッターのね。やっぱりこう、来るよ来るよって思わせておかないと、踏み込まれたら届いてしまうっていうのが、まあ、一番長打とかならないけども、芯に当たる確率高いんで、やっぱりこう、かかとに重心をかけさすっていうのが大事なこと。